皆さんこんにちは、高等学院学習ブログのトシです。今日は小学校5年生の算数、ひし形の面積の求め方について説明したいと思います。ひし形というのは4つの辺の長さが全て等しい四角形でしたね。また対角線は垂直に交わっていました。ひし形の面積の出し方、この対角線を使って三角形を上と下に分けて求める、また縦の対角線を使って三角形を右と左に分けて求める、またこのちっちゃな4つの三角形ですね、これ全て合同、同じ面積で同じ形、ね、同じ長さですので、この1つを求めて4倍する、いろいろ考えられるんですけれど、ここでは公式に基づいた考え方を一つ、紹介したいと思います。例えばですね、ここの三角形と同じ三角形を外側にこんな風につけます。またここの三角形と同じ三角形をここにつけてみます。さらに、ここの部分と同じ三角形をここにつけますね。で、ここの部分と同じ三角形をここにこんな風につける、ね、こんな風につけると同じ面積の三角形がこんな風につくと、これちょうど長方形になりますよね。長方形の面積は縦かける横で求めました。同じようにこの長方形の面積、縦いくつかというと、ここの真ん中にあるこの対角線8センチと同じですね。ここは8センチです。で、ここの横の長さ、ここですね。ここは、この対角線、10センチと同じということになります。ですから、この長方形の面積は、8×10。ね、これ8×10。で、求められますが、これは元のひし形の2倍になってしまっていますので、それを半分にしていきます。ということは、2で割ってあげればいいんですね。8×10÷2 と、ね。そうすると、40。と、元のひし形の面積は40平方センチメートル。こんな風になります。で、今の考え方から、ひし形の面積の公式を考えると、面積はこの対角線かける対角線、対角線どちらが先でも構いませんね。対角線かける対角線、それを2で割ると、つまり言葉の式、公式は対角線かける対角線割る2と、こういう風になります。はい、ひし形の面積の公式ですね。これはひし形の面積の公式は対角線かける対角線割る2と、もう一度言いますね。ひし形の面積は対角線かける対角線割る2、こういう風になります。では下の練習、ここに書かれているひし形の面積を公式を使って解いてみましょう。求めてみましょう。1番のひし形は対角線が12センチと6センチです。ですから、12×6÷2 と、こういう式で求められますね。そうすると、36。ということで、36。平方センチメートル、これが答えになりますね。2番ですね、ひし形今度は縦の方が長いと、こういうひし形です。これも考え方同じで、対角線かける対角線割る2と、4×7÷2、先ほども言ったように対角線こっちからやってもこっちからやってもどちらからでも構いませんと。そうすると14になります。ですから14
平方センチメートルですと。こうなります。3番はちょっと気をつけなくてはいけません。なぜかというと、ここの3センチという長さ、対角線の半分です。ね、テストには時々このように対角線全体の長さじゃなくて、この半分の長さが出ていることがあります。でこういう時には、ね、全体の長さ、今半分ですから3を倍にしたら6センチが対角線の長さになります。3番は、8×6÷2 と、こういう式になりますね。そうすると、24と、24平方センチメートル。これが3番のひし形の面積です。4番は、どちらも対角線の長さ半分ずつしか出ていません。ね、ここの4センチも縦の半分だし、6センチは横の対角線の半分ですね。ですから、両方とも2倍して、全体の長さを出して計算しましょう。そうすると、6センチが半分ですから、ここは12センチ。4センチが半分ですから、この縦は倍にして8センチ。で、12×8 という式になりますね。12×8÷2 と、そうすると48になりますので、48平方センチメートルが4番の面積ということになります。よろしいでしょうか。もう一度ひし形の面積の公式2回ほど繰り返しています。皆さんもどうぞ一緒に言ってみてください。ひし形の面積は対角線×対角線割る2。もう一度いきます。ひし形の面積は対角線×対角線割る2。こうなります。皆さんは、この動画を参考に教科書の問題、ドリルの問題解いてみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。